皆さんこんにちは、サッチンです。今日もスカイリムやっていきたいと思います。さて今回はですね、前回の続き、最後の子孫っていうクエストですね、この鉱山のクエストやっていこうかなと思います。さあじゃあやっていきましょう。ちょっとさ、どういうクエストか全然覚えてないんだけど、ドラグル出てきたっけ？これだけはちょっと怖いんだけど、とりあえず下に行けばいいのかな。こえー、上ちょっと見てからでいい？特にないのか。じゃあ下行くか。よいしょ、さあ行くぞみんな。やめて。自分ではまだそこまで到達していないのだ。押さないで、押さないで、危ないからね。うわー、ドラウグル出てきそうな空気感出し、空気感だな。絶対出てくるでしょうよこれ。はあ、ドラウグルだけはやめてください。危な、わっ、お亡くなりになってんじゃん。綺麗な花がいい。よし、どっちだ、こっちか。大丈夫、ドラグル出てこない。もう絶対出てくる空気感なんだけど、嫌だな。そして男に、あ、雲、雲の方から出てくるのこれ。俺の妻だ。キモいんだけど。待って嫌なんだけど、もう雲はやめてよ。どうしよう、上に、今上から来たのか。上から来たから下行けばいいか。下行こう。ちょっと雲のエリアやめよう、極力ね、極力やめよう。なんか変な音がする。うわー、うわー、キモい。あー、キモいよー。キモいが行くしかないのかこれ。いるな。え、これ何、雲ルートしかないのこれ。ね、聞いてない。え、待って、やだやだ、もうなんか雲っぽい音するもんね。下降りれないじゃんね。もうこれ雲ルートしか道はないのか。飛び降りちゃダメ。シセロ、シセロ行ってみてよ。誰か殺そうよ。はぁ、あ、行きますよ、雲の世界の方にね、行きましょう。しょうがない、やだなぁ。いるなぁ。生き返らすなって、生き返らすなって、やめろ。こっちに寄らすな。やだ。よし。あーやだ。あーやだ。あーやだよ。やだやだやだ。これがお前の人生で最後の謝りだ。いるね。あー、やだ。生き返らせないで。生き返らせないで。嘘だろ。嘘だよな。気持ち悪いよ。この声はあなたのものの。よいしょ、よいしょ、気持ち悪いよ。やだ、聞いてない。うわー、やだな。もう外れる。こっから外そう。あ、蜘蛛の巣もか。なるほどね。オッケー。全力で嫌なんだけどさ。うわ、カーリアは信用できると。何が言いたいか。あ、意外と大丈夫そう。聞ける？何もいない。
大丈夫、ドラグル出てこない。いやもうドラグルじゃん、ドラグルだよねこの場所。水から上がってこない？もうすでにやばい空気してんじゃん。あー生き返ってきたよ、助けて。あー生き返った。ハルキングいる。俺の刃はお前の血に飢えている。おお、倒した？倒したか？まだいるっぽいんだが。あー、あの上にいんのか。宝箱。おお、またある。スタルリームの矢もある。もらっとくか。これのさ、軽装あるといいんだけどな。わ、嫌な嫌な罠があるよ。気をつけてみんな。あ、うわぁ、うわぁ、これで終わりだ。やだやだ、気づかれるのはやだ。これさ、隣も生き返るんじゃないのこれ。大丈夫だった。うん、近い近い近いよ、近いからね。大丈夫これ。やめてよそういうの。うわー、生き返った。皆さん、ちょっと待って、もう一匹はちょっと、ちょっと置いてもらえます？もう一匹はちょっと、あ、大丈夫だった。誰もいないね。扉閉まる？あー、やだ、あ、やだよ。ちょっと押さないでって、やめてよ。行くなら行ってきてよ一人で。やだ、やろ。やばい、やばいよ。うわ、よし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 、危ない危ない。これ座ってる人結構いるんじゃないの、まだ。ほっ、あ、いる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 。しかしさらわれないものが見つけたぞ。意外とデスロードじゃ、あれなんだ、デスロードか、ハルキング。うお、あ、ちょっと死んじゃった。シェラーナさんの生き返らせた人死んじゃった。あれは生き返る？大丈夫。あと、おお、宝箱、大きいやつ。達人、達人かよ。達人は無理だっていつも言ってるでしょ。ないよな、鍵のやつないよな。ああ、誰か鍵持ってるとかない？あ、やだ、閉めよう。あれ絶対扉開くじゃん。誰かさ、鍵持ってるとかないの？誰も持ってなかった。これ扉開かない？どこまで行ったら開く？これ意外と開かない。あそこは多分
カンカンしたら開くんじゃないかな。カーリアは信用できる。いるね。何が言いたいのか聞いてみようじゃ。あ、死んでる。ボロボロの方。え、ちょっとカンカンしたいな。カンカンいける？あ、いける。カンカンさせていただきます。よっ、この声はあなたのものなのか。いや、怖いんだけど。なにこれ。あーあー、あ、これだけもらおう。よしよしよし。ちょっとシセロどいて。ちょっと待って。痛い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 、めっちゃ痛いんだけど。わあ、両脇にいる。ちょっと待って。そしたらなんだっけ、あれ、あれはなんだい。召喚か。違うな。これだ。これじゃないかな。こっちか。どっちだ。これかな。同じだな。いた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 、止めた止めた止めた。危ない。死にかけなんですが。わけがわからんのは俺も同じだよ。よし、行こう。死にかけながら行くぞ。おお、入ってった。あ、いるね。デスロード。あ、開けないでもらえます。危ないですからね。あー、スカージ、スカージ、よしよし。硬いな、あの人。おお、いた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 。ブリニョルフいった。いいぞいいぞ。よし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 、オッケー。あと 1体いるっぽいんだけど。やば。誰もか、誰もら、誰もら大丈夫か。鉱山の下がこんなになってるなんて誰も思わないよな。危ない。何ここ。あ、こっち側に行くのに、あっち側のあれを回すんだな。あ、宝箱。14ゴールドしか入ってなかった。よいしょ。こっからさ、届いたりしないかな。あ、届かなかった。あ、届いた届いた届いた。やった、届いたぞ。行くぞ。みんな行くぞ。私をここで絶対に一人にしないで。どっちも嫌なんだけど、これどっちが正解なんだろう。あ、やばいのある。おっし、倒れた。オッケー。これ何、アイススパーク。あなたのシセロは危険から守るからね。ここは特に何もない。うわ、あっちか。じゃあ、ああ、なるほど。弓がある理由、そういうことか。こっから倒せばよかったんだ。なるほど。普通に上から、下からやっちゃった。この石を開けなくちゃいけないのね。
楽しいランシング。やめて。これさ、罠踏んだら開くのかな。あ、ちょっとやだやだやだ、やめて。セロに何なりとご命令を。あ、やだやだ、やめてよ。意外と開かないね。ちょっと行ってみるか、内側まで行ってみよう。開いた。あ、宝箱。おお、これはいいや。すっごいさ、誰かが罠すなんか踏んでるっぽくて。あ、ドレモラさんだ。え、これ、お、え、飛び降りんの？誰か殺そうよ。ファーストあつファーストちょっとシセロ試しに行ってみて。大丈夫そう？シセロ大丈夫そう？大丈夫そうかな？シセロ。やばいの飛んでこない？大丈夫そう？いける？大丈夫そう。よいしょ。あー、オッケーオッケー、みんな降りてきた。宝箱ある。ドルド、ドルド多いな。ちょっと失礼。ちょっとね、ちょっと失礼。大丈夫そうかな。あー、なんだっけこれ、これ面白いやつじゃないの。グラティアンカエレリウス。あ、ほら、これそうでしょ、絶対面白いやつだよね。そうそうそう、なんかこれに合わせたやつで切るんだよね。とりあえずこれもらって、これはまず横でいいのかな。横で良さそうね。OK、横でいいのかな。どうやって横切りするんだっけ。縦切りでしょ、あれ横切りって。グラティアンの日記だっけ。刀剣を使わなければならない。その点はまず間違いない。刀剣を振ると超自然なエネルギーが帯状に放たれているのがわかる。思うに刀剣を様々な方向に振るって。あなたが一緒にいてくれて嬉しいですわ。ちょっとシセロ危ないから。それはわかるんだけど、どうやって切んだっけ。ちょっと待って、誰か殺そうよ。わあ、切り方忘れたな。これはわかるんだけど、どうやって横切りすんだっけ。あ、これでいける。あ、いけそういけそういけそう。立ち上がんのか。こうだ。どうどうどう、いけたいけたいけた。オッケーオッケーオッケー。立った状態ね。あ、ちょっと待って、ちょっと危ないな。君たち危ないんだよ。ちょっとこっち来なさい。立ったままで。あ、ちょ、あれ、あ、こうかな。ちょ、とりあえずこっちうまくいったから、このままこれ切ろう。オッケーオッケー。待って、うまくいかないんだけど。カーリは信用できる。何が言ったの？聞いてみよう。ああ、なるほどね。バックするといけんのか、これ。こうして。あ、やっぱそうだ。バックして切るんだ。なるほどね。OK。むついぞ。目の部分ね。いくぞ。カーリアは当たんなかった。
何が。よし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 、いいぞいいぞ。バックしながらね。あ、ごめんごめんね、シセロン。これで最後にこう。どうどうどう。おお、いったぞ。すごい剣だ。あ、あ、あ、やだな、フレアさんに押し付けられたの思い出しちゃうんだけど。よし行くぞ。またこれやんの？あ、痛い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 。おいしょおいしょおいしょ、危ない危ない。あんた危ないんだ。なんかやばいとこ来たんだけど。おかしいね。すごいなんかやばそうなとこ来ちゃったんだけど。あ、ここちょっと開けとこうかな。ほんとだよね。あ、黒の書ある。黒の書先にもらおうかな。誰か殺そうよ。黒の書先にもらいます。ありがとうございます。あ、やばい、読んじゃった。読んじゃうのこれ、強制強制ですか。あんまり今黒の書やりたくないんですけど。帰れる。お前のことは知っている。そうかい。お、あ、勇者よ。オグマインフィニウムは。あ、痛い痛い痛い、届かないで、痛いでしょ。どうも。ここはアポクリファ。ちょっと待って。すべての知識が貯蔵されている。すっごい勢いで殴られたせいで体力すごい減ってたんだけど。無限の貯蔵書を収めた私の図書館で、うん、知識欲を満たすがよい。そうか。探し疲れたら。もう一度書を読めば情妙の暮らしに戻れる。ああ、なるほど。一時的にな。お前はアポクリファの誘惑によって呼び戻されるだろう。それが運命だ。もう消えてた。ああ、黒の書始まった。ちょっとまだね、まだいいかな。まだいい、ちょっと帰ろう。変化かな、これかな。よし、帰ろう。帰ってきたよ、みんな。行くぞ。とりあえずさ、宝箱をもらおう。何も起こんなかったっけ。いや、怒ってる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 ぞ。なんか来た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 。怖いんだけど、なんかブリニョルフだけ戦ってきた。ブリニョルフだけ一生懸命戦ってくれてる。ザークリソス。リソスでいいの？リンクじゃないよね。リンスじゃないよね。リソス。当たってる気配ないんだけど。あああああ、私何もせず終わっちゃったぞこれ。あー、やった。はーい、仮面ゲットした。お魚とかいないの？あー、お魚さんはいなそうですな。よし、防御。なんもないな。あっち側もなんもなかったよね、今。セラーナさん？セラーナさん何してるの？
お迎えが必要かな。あー、いける？クリアしたぞ。これであのおじいちゃんにね、おじいちゃんに報告しに行こう。あ、宝箱。よし。うわ、なんだここ。ちょっと待って。ここ何？あ、今来たところ？あ、なんか人いるぞ。あれ、これさ。わけがわからんの。何が聞こえたこと。やっぱり。あ。私の目はごまかせ。よし。なんかボス倒した。オッサー倒したぞ。おお、みんななんかこれつけてんだな。重装しかないのかな。こっち側なんかある。おお、あるじゃん。あ、まずいぞ。そして男に言った。そいつは泥棒じゃない、俺の妻だ。シセロだった。シセロだった。好きなんだよね。俺の刃はお前の血に植えている。やっぱりか。俺によく知る。痛い、痛いでしょ。何すんの。オッケーオッケー。これボコボコにしよう。あ、ちょっと待って。よしよしよし、ちょっと待って。俺の刃はお前の血に燃えている。ありがとう。こんなもんか。うわ、お亡くなりになってるじゃん。あれ、あれ、お姉さん、お姉さん死んでるじゃん。お姉さん、おじさん。ああ、人がお亡くなりになっとる。これで帰れるか。ブラッドスカルボッチ。何何何、やだ。何、クリアしたんだけど。これで終わりだ。こっちからもうクリアしたんだけど。なんかやばいのいるな。おいはぎ。セセロ大丈夫か。おおおお、セロ大丈夫か。やばいのいんな、一人。我を導けとか言ってる人いる。見つけたっぽいな。よし。なんだここは。ここはどこだい。あ、どっかの裏？裏側？ちょっと裏側だね、これ多分。裏側に出たし、勝手になんか変なとこ来ちゃったし、お墓に。レイブンロックのあの鉱山の裏側に出たね、これ多分。うわぁ、すごい。あ、ネッチいる！あ、かわいい。かわいいネッチ。ネッチと戯れて戻るか。よし。よし。みんなネッチはあっちだよ。みんなでネッチと戯れよ。近くに荒らないし者がいる。よし。あともう一匹。オッケー。よし、あ、あ、近いじゃん、近いじゃん、歩いてこう。すぐそこだ。
なになになに、肉さん、あ、うちのペットじゃん、うちのペットがなんか襲ってくる、助けて助けて犬肉、犬肉手に入るんだよな、これ形的に犬肉なんだよな。なにこれ、レーベンロックで職人を探す、職人見つけた、私今これ、職人は、職人、え、何で、な、え、お、ど、え、職人なんか見つかったっぽいんだけど、え、これか、職人どこにいたの、周辺を探す、え、なんか何かをクリアしたんだけど、職人どこ、あ、これか、職人、氷の作り手フギン、この人亡くなりになってんじゃん、ネッチにやられてないこれ、大丈夫、え、お亡くなりになってる、え、職人を探す、これ職人、まあいいや、ただいま、戻ったか、頼む、分かったことを聞かせてくれ、全て正しかった、あ、ちょっと信じてくれて、見せてくれ、それ見たことかグラティアンの死因は落盤などではなかった、うん、人々を墳墓に近づけないための作り話だったのだ、日記が手に入った以上、東帝都社から何らかの反応が得られるだろう、うん、人々を騙した代償を支払わせるとかな、幸運を祈るよ、ありがとう、さて君の働きには感謝だけでは足りないだろうな、うん、これを受け取ってほしい、なんだい、大したもんじゃないが、隠居した元鉱山労働者としては精一杯だ、なになに、750、あ、あ、この人か勝手に取ったの、鶴橋返しなさい、あいつにあれを手にする資格などあるか、鶴橋は採掘のための道具だ、うん、売り払うためのものじゃない、どうせスコールから盗んだものだろう、所有者に返すべきだ、そうかい、そうかい、ほらよ、足に落とすがいいと伝えておくひどいなこれ何、信じてくれていい、あ、レイブンロックはまだない、ありがとう、あーでもまだ盗むなんだ、全部帰ろう、グローリー、グローバーマロリーに返しますか、ツルハシをね、邪魔してすまないが、なんだい、アラーの評議員補佐に言われて呼びに来た、え、緊急の要件だそうだ、あ、そう、要件の内容は言ってたか、探し出して呼び戻すようにしか言われていない、あ、重要な話なのは確かだ、アッシュスポーンの根絶以上にな、できるだけ早く評議員補佐に会いに行ってもらいたい、分かった、復讐の時、ガーリンに金を貸した時、初収穫の日までに、あ、取ってきたよ、鶴橋は、ま、じゃあようやくクレシウス爺さんを見つけたのか見つけたよ、かなりの変人だろう、うん、こうしよう、まあ、うん、俺のために散々手間かけて探し出してくれたんだ、そいつはお前が持っててくれ、おお、やった、ありがとう、俺はただあの老いぼれに他人のものを勝手に取っちゃダメだって注意してやりたかったのさ、なるほどね、こうしてお前がそれを伝えてくれた、それで満足だよ、そうか、それにその鶴橋は長年無用の長物だった、お前ならいい使い道を見つけられるかもしれない、ありがとう、はい、ということで今回はこの辺でやりたいと思います、いや、無事クリアしました。新しくね、この武器も手に入ったし、あと、仮面ね。仮面も、ザークリソス。リソスでいいんだよね。リンスじゃないよね。ザークリソスも手に入りました。あとは、なんだっけ、グローバーマロリーに、鶴橋もやっと返せたので、これで、グローバーマロリーのクエスト自体は全部終わったかな？多分終わりました。はい。あとなんか知らぬ間に、このクエストもなんか、知らない間になんか進んでってるな。
鑑定書は読んだ記憶はあるけど、ソルセーム行く、レイブンロックの職人を探す、で今周辺を探すまで来てます。周辺を調べるっていうところまで来てます。知らぬ間にね。はい、それではまた次回お会いしましょう。またねー。